こんにちは、リュミエールのカラトです。ビストロカラトという店舗、2021年の1月にオープンしました。今日は国産の骨付き鶏ももね、このお料理をご紹介します。ビストロカラトで出しているのは、鶏ももをコンフィという状態にしてから、もう一回焼いてます。でレストランではコンフィというのは真空パックをして、あそこにも見えるコンベクションオーブンで、これで温度設定をしてやるんですけど、ないですよね家庭に。今日はちょっと家庭でも同じことができるように、ちょっと面白い道具を使ってやります。鶏っていうのがちょっとやっぱりこれだけの厚みがあるので、しっかり味を浸透させる意味でも 380g ぐらいあるんです。でこれに対してちょっと 1% だけ、そんなに、ね、一生懸命測らなくていいです。だいたい 1% で、ここから余分な水分とかもちょっと軽く出たりするんですけど、まあこう全て身に当たるようにもうラップでもう包んじゃってください。こんな感じですね。これでも一度冷蔵庫に入れてください。はい、約2時間ぐらい置いていただければ。その2時間入れる目的というのは、まあちょっと浸透圧で味がしっかり、まあ、染み込む感じですかね。はい、どうしても分厚いものって表面には塩味がつくんですけど、もう一回中の芯にちょっと塩を振らないとね、物足りないとか、何かソースをつけないと物足りないとか、まあそういう、ちょっと表面だけじゃなくて中まで味を含ませるという感じ、ちょっとマリネですね。ではお野菜、かぶらと金時人参を、一緒に、はい、でかぶらは皮むかずにいっちゃいましょう。くし形に3切れで、人参はちょっと皮むきましょうか。耐熱のこういう袋があります。これを用意していただいて、先ほどの2時間経った、鶏ももですね。でオリーブオイル、まあこれオリーブオイルじゃなくてもサラダオイルでもいいんですけど、 100cc 測っておいてください。で野菜もこう入れちゃってください。なんかちょっと簡単な雰囲気がしてきたでしょ。でオリーブオイルで、できるだけ空気を手で軽く抜いていただいたり、でしっかり止めていただいて、でなんと今日使う道具はじゃじゃん、これが家庭にない家庭はあるのでしょうかというぐらい必ずありますよね。ありますね。炊飯器です。すごい、これ保温とかあるじゃないですか。すごいいろんな機能があるんです。今日は炊飯ボタンを押しません。何を押すかというと保温ボタンです。でまあこの鶏をこう入れて、まあ、ちょっと水が入る恐れもあるので、この口の部分はちょっと上に上げておいてください。でこれで、沸騰したお湯をこう鶏がまあしっかり浸かるぐらい、高温というのは80度ぐらい保たれるんですよね。僕らがやって家庭でやりにくいのはこの低温給油、保温しました。でこれで約1時間半です。ソースを作ります。ソースはマデラ酒 300cc とフォンドボー 400cc でシャロット、これまあなくてもいいです、香り付けです。でマデラ酒を入れます。でこれをかなり煮詰めます。これがエシャロットは 20g で、これが320なんですけど、40cc、 約8分の1ですね。8分の1に煮詰めます。じゃあポテトピューレですね。まあそんなに鍋に入れたりしないんで、ポテトエカゼ潰したような状態で、普通ピューレにして
まあ、クリームとか牛乳とかバターを入れてあのポテトピューレにすることが多いんですけど、あの、まあ、今日は本当に何も入れない。僕の料理はあのバタークリーム使わない料理なんで、もうこのポテトさえ美味しかったら、まあ、これをピューレにして水で伸ばす感じです。まあ、ちょっと火が入りやすいようにして、こういう耐熱のボウルに入れてください。これぐらいの水を、これぐらいですかね、乾かないぐらいの水を入れていただいて、きちんとラップをして電子レンジに入れます。3分電子レンジで火を入れます。まあ、どうしたらピューレになるかというと、まあ手で潰れるぐらい火が入るとピューレにできます。まあ、水分量的にもいい感じかな。こう潰してください。これあの水分が多かったらちょっと捨てたり。そうですね、あのだいたいポテトに馴染むぐらいの水分量ですかね。でこういう状態で、あの早めに塩だけ 0.8% ぐらい、もちろん裏ごしする方法とかあるんですけど、あの裏ごしするときもこうこねないという、あのポテトはあのこねると粘り気ばっかり出てくるんですよ。だからこう民を裏ごしを叩けって言われたんですけど、ね、もうこのまま家庭では食べていただければ、召し上がっていただければ、ちょっと味見ますね。もうちょっとだけ塩します。保温しておきます。はい、先ほどの液体がもうあの煮詰まってこんな感じになりました。甘い香りがしますね。ここに、次はフォンドボー 400cc です。もうフォンドボーはあの、まあ、冷凍のものといいますか、あの缶詰でも何でも結構です。今度はこのフォンドボー 400cc が10分の1ぐらいなるように、 40cc なるぐらいに、で先ほどのマデラ酒と合わせてトータルが、まあ、140か 150cc のソースになるようにもう一回煮詰めます。はい、だいたいいい感じになってきましたね。まあ、エシャロットをこして140ぐらいですね。一回140をこの時点で測ってもらえれば、あ、もうこれいい感じやなと。ちょうど140ぐらいです。もういい感じですね。でこれでコーンスターチ、あの溶くときにちょっと水の量を気にした方がいいですね。これあの 15g の水溶きコーンスターチなんですけど、あの 7.5 同量です。まあ多分これを入れるとちょうどいい濃度になってくるかなという感じですね。はい、これとろみが出ました。ここで初めてと言いますか、味を決めます。塩、白胡椒ですね。ではもうあれだけの液体がこれだけのソースですよね。いかにあのフランス料理がコストが合わないかということは分かっていただけると思いますけど、あのフランス料理で醤油の対抗する味を作ろうと思うとお金をかけないといけないという。でもあのなんて言いますかね、非常にリッチな気分になるというか、やっぱりこれだけのお酒を使ったりだしを使ったりしてるんで、あの僕らは非常にこのソースを大事にします。でソースができました。はい、じゃ あ, あの炊飯器の鶏を見ましょう。はい、じゃあ1時間半経った状態です。おー、いい感じですね。低温でこうしっとり、あの分かりますかね、まああの生の色ではないですよね。
はい、じゃあこれを開けてみます。液体は何かに使えたりする？液体はね、何かに使いますね。もう一回これをこの油で、まあ、当然鶏を焼くとか、これをもう一回何か野菜の火入れに使うとか、これ焼くとこうならないんですよね。で、今フライパンに火をつけました。このまま一緒に鶏と焼きます。野菜はこの焼くことによって今度は逆に余分な油が落ちます。まとわりついてる油が落ちますんで、まあ、野菜の糖度で野菜に膜をつける。砂糖を使ってキャラメリゼはあるんですけど、まあ、野菜にも糖度があるんで、その糖度で、まあ、表面に膜をつけて、美味しさを香ばしさを出すという。まあ、ちょっと皮目をしっかり焼くとこういう美味しい色がついてくると思います。ちょっと油でちょっと助ける感じで、でこの時にちょっとお手間ですけど、やっぱりこの皮が焼けない部分があるんで、そこをまあアロゼって言いまして、ちょっと油をかけていただく。でもうちょっと野菜を入れます。何か炒めでいい感じだなっていう目安はあるんでしょうか？この鶏は本当に皮目がパリッと、まあ、全部パリッとなったら理想的ですね。で火は十分入ってますんで、まあ、今火を入れているのは表面カリッと、あとは熱々にするって感じですかね。今ぬるい状態で火が入ってますんで、じゃあ最後もう一回皮目をパリッと焼きます。で野菜を最後熱々にして、でここで初めて野菜には塩をする感じです。じゃじゃーんといい感じですね。じゃあ盛り付けます。付け合わせをまあ上の方に置いて、あとは食べやすいように置いていただいて、で最後ソースですね。表面にちょっとだけ、まあこれはお好みなんですけど、塩、一回も胡椒しなかったと思うんですけど、この鶏には最後胡椒を香り付けでします。胡椒をしてから焼くとちょっと嫌な苦味が出るので、まあ僕の料理は繊細と言いますか、先に胡椒は一切しません。ポイントとしては、あんまりパリッと焼き上がっているところにはソースをかけないって感じですかね。出来上がりです。いただきます。はい、どうぞ。しっかり。すごいパリパリです。音がします。まあ骨がついてるんで、グラム的にはあるんですけど、はい、ちょうどしっかり召し上がるボリュームかと思います。すごい、炊飯器でやったと思えない。表面カリッと、中がソフト、はい、まあ、ロゼ状態といいますか、うん、柔らかい状態ですね、はい、すごいちゃんと火入ってるんですけど、はい、ジューシーで、そうですね、これが
家庭でできるんですか？今ご覧になったように嘘偽りはない。じゃあポテトもいただきます、はい、おお、ポテトの水と塩だけです。ホクッとしてすごい電子レンジで美味しいです。水だけという、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。